はい、今ですね、どこにいるかというとヨーロッパのマルタにいます。マルタの首都のヴァレッタにいるところなんですけどね、このように海が見える方の景色が見えます。まあ、そこに大砲があるんですけど、まあ、かつてマルタに関してはマルタ騎士団がね、ここにいたってことで有名なんですけどね、十字軍の遠征の時代からね、来てたんですけど、まあ、ここのヴァレッタに関しては、マルタの中心、首都でございます。マルタの全体の人口自体は41万人ほどでございます。まあ、人口密度はそんなの大きなね、東京23区の半分ぐらいと言われているので、人口密度は結構高いと言われているんですけどね、まあ、この景色がなかなか素晴らしいです。で、この景色を楽しみに、まあ、皆さんこういう風に、ね、観光客の人がね、こう来てるわけです。すごいですね。まあ、今日ね、2015年、平成27年のね、12月の5日でございます。なかなか綺麗なこの景色ね、ぜひそのヴァレッタ、まあ、ここに来ると思うんですけど、この景色をね、見に来ていただきたいと思います。まあ、音楽も流れてるんで、なかなかいい感じのね、